テトロドトキシン構造式田原の死後1964年に3人の研究者が独立に発表した。田原吉澄から1935年6月3日は日本の薬学者。日本最初の薬学博士で不具毒の発見者として著名。佐賀藩士の田原茂源氏の長男として生まれる。1870年、明治政府の公募を受けて、後の東京帝国大学を構成する。 大学南校ドイツ語科に入学。鉱山学部を卒業し、工部省鉱山寮に勤めていたが、1876年に職を辞して、東京医学校生薬学科に入学。1881年に卒業して、内務省衛生局東京市薬場に勤め、薬品試験を担当する。1882年、オランダ人監督のエイクマンの指導を受け、 日本国産食品の栄養科学分析を始める。約160種類の食品を分析した。栄養分析表を作成し、欧米の食品と比較、国民栄養基準を作る。1883年、市役所が開祖した東京試験所見名部長となる。食品のほか大気や水の分析、試験を続ける。当時の長井長吉所長と協力して、 漢方薬ボタン側に含まれるペオノールの研究を進めた。この時、欧米で研究が進んでいる植物成分に比べ動物成分の研究が遅れていることに気づき、フグ毒に着目。フグ毒の成分分析を始める。1887年、内務省東京衛生試験所所長となる。1890年から1892年まで3年間、ドイツに留学する。 まず、ミュンヘン大学にのバイヤー教授に指示し、主にペオノールの構造を分析した。その後、フライブルク大学に移り、ペオノール合成とアドニンの研究を進めた。アドニンとは、副樹草の配当体の一種である。1893年に帰国し、不具毒の研究を再開する。1899年、日本国最初の薬学博士となる。以後、 東京衛生試験所所長を続けながら、専売特許局技師、内務技師を兼務。1907年、分離に成功したフグ毒を、フグ科の学名、テトラドンティディと毒を意味する、トキシントキシンから、テトロドトキシンと命名。その後、テトロドトキシンの薬理作用を解明し、鎮痛効果を実証した。1914年、第一次世界大戦が始まると、 海外からの医薬品の輸入が途絶える。これを受け、衛生試験所内に臨時の製薬所を設け、200種類以上の薬品の製造方法を研究、日本製薬工業の基礎を固めた。同じ1914年、神奈川県吉祝軍大港村村長の民海戸から湧き出した赤黒い水をラジウム光線と鑑定して、結果津島温泉成立の発端を築く。 1921年、帝国学士院から傾向記念賞を受ける。1935年に死去、多摩霊園に葬られた。ありがとうございます。